ささあ、さん、よろししくお願いします。えー、東京五きホスピタルで生体保存される、えー、東急8500系 8630F は、えー、病院敷地内にある、えー、空き地を、えー、活用することになるようですと、うん、でその他、えー、この医療機関で、えー、管理する造園農園という畑と空と大地というカフェもあるそうです。うん で設置後もきちんと手入れもなされると予定とのことで、えー、東京・つ月ホスピタル内にある就労継続支援 B 型の事業、えー、所、事、えーえー、業所相乗農園で働いている方や、えー、関係者の方によって維持、管理もさ,されるということだそうですね。うんで えー、生体保存されている鉄道車両は、えー、全国各地にたくさんありますが場所によっては管理がおろそかになり、えー、朽ちてしまっているところもありますが、えー、ここはかなりの本気度が高いです。うんいいですね。で現役は引退しましたがこういう形で残り続けることは東京に住んでいた時によく乗った私にもとても嬉しい話です。で、えー、東急8500系は 1976年にテスト、友の会からローレル賞を受賞した車,車両でもあります、うんで。技術、性能、デザインなどが優れた車両に贈られる名誉のある賞も受賞した車両でもあり、輝かしい歴史を歩んでいきました。え2003年八月,3月ああれ、3月19日に地下鉄半蔵門線押上延伸により、 東武線に直通するようになり、埼玉県にも川を出すようになり、最長では中央林間発、南栗橋行きというロングランにも入ることもありました。もちろん世田谷区や足立区も通った所両になります。世田谷区は二子玉川から池尻大橋が、足立区は堀切から竹の塚が該当します。おそらくもどこかで意識 無意識に見たこととがあると思いますうん多分ね、ちょっと全然覚えてないんで、お、ま、そ、あ、らく無意識で見てた可能性もありますね。で、あんまりね、世田谷区二子玉川とか池尻大橋も、まあ、かなりちっちゃい頃だったんで、あんまり覚えてませんし、堀切か竹の塚も、まあ、使うは使うんですけど、実はあんまり僕使ってなくて、ね、ちょっといあまり、あのね、経験がないので、あれですけども、まあ、もしかしたらそういったこともあるかもしれませんね。うん えー、定か谷さん、最東高ということで、えー、東京駅の新幹線ホームのうち、えー、東北上越、北陸新幹線が発着する、えー、20から23番線は、東海道新幹線のホームと比べて、えー、入り線から折り返しの えー、整備と、えー、清掃清掃をして発車するまでの時間が、えー、短い列車が多く、座、え、長、ー、時間はあまり余裕がありません。うん。えー、このため今回の渡り版の件はヒューマンエラーが発生した可能性がありますね。びっくりしましたこの話ね。うん。で東北上越北陸新幹線ホームを増築したいという考えがあるものの、えー、スペースの確保は困難で、えー、過密な運用をせざるを得ない事情が、えー、あるのが現状です。 え安全のためなら、1、2分の遅れはやむを得ないと思うんで、落ち着いて安全確認をしてほしいですね。うん、いや、本当ですよね。まあ、1、2分ね、あの、まあ、遅れてしまうことはね、よりも安全なことが大事かと思,思いますからね。で、ちなみに新幹線のダイヤは意外と余裕を持ってえ設定されていることが多く、始発駅を5分遅れで発車しても、終着駅に帝国通りに着くことが多い。あー、なるほど。確かにね。うん。長すぎると、 あのやっぱ調整ができやすいっていうのはありますよね、逆にね。うん、そんな気がします、なんとなく。で、私は東京・仙台間で使うことが多いですが、えー、在来線の遅れで新幹線の発車を遅らせることがありますが、私の経験上、5分以内の遅れでは、 ほぼ確実に終着駅には、えー、帝国通りに着ぐ感じです、うん。遅れが10分だと5分程度の遅延となります。あ結構だから調整できるんですね。うん、この辺りはベルギーもそんな感じがします。なんか遅れるとかなりスピードを上げて,上げてる気がしますね、うん。たまにね、上げすぎてて怖いなって思う時ありますよ、僕。うん 草丈、えー、24さん、どうもです、えー。卵は1パック、アメリカで550円なんですが高い。うん、550円ねでもベルギーも今それくらいあったかなちょっと待って。もう一回確認しますね。うん日本円で換算すると結構しますよ。で、日本でそのなんなら高級卵は買えます。うんつ,えー、ついさき先日 ヨードラン光というブランドの卵が6個で198円だったので買っちゃいましたえ。アメリカは卵は生で食べられないんですよ。あねなんかそういう話ありましたよね。あのヨーロッパも基本的には生卵を生で食べるっていう習慣はないんですよね。だから金があるとかなんかないとかっていう話があった気がします。で、アイスショーの楽屋で小田信成さんが卵かけご飯を食べ作っている時、美味しいよと言って、 えー、ジェイソンに勧めたら、驚いたような、嬉しそうな顔で食べ始めて、美味しいって感動していた動画がありました。懐かしいですね。この時、宮原さんもいましたよね。うん。結構なんか面白い感じでした。で、アメリカの卵は生で食べられないと知らなかったんで、驚きました。えー、ジェイソン、いくら小田んの勧めでも食べるのは怖くなかったのかな。うん。すごいですよね、ジェイソンね。やっぱ日本がお好きなんでしょうかね。うん。生の、僕もあんま。 あの卵赤ちゃんご飯あんまりね好きじゃない,ないんですけども、あの卵をこう、ね、かけて、お米にかけるっていうことについては、ヨーロッパでも、えってなあの驚かれるので、やっぱりその結構ね、あのなんだ、カルチャーディビデントっていうところでしょうかね。うんえー、ゆうとやさん、どうもです。えー、かばさん、今日2月3日は節分の日ですね。うん今年の絵方は、えー、南南東だそうです。なるほど。うん そっちを向いて恵方巻きを笑いながら食べるのがいいそうです。へえ、そうなんですか。うん。あと、恵方ロールケーキもあって美味しそうでしたということうんなるほど。うん。恵方巻きね。うん。恵方巻き皆さん好きですかね。恵方巻きはまあ普通ですかね。うん。でもそういうふうに、あの、なんか向きってこれあるんですね。これ知らなかったです。うん。あのー、なるほど。節分ってことは豆巻きをしますよね。うん。これ豆巻きも。 斉藤さんよろししくお願いします、えー、前ボ様、203コーの話を聞いていたら、私が二十歳くらいの時に、203、え、コー20校地という、えー、映画があり、母方の祖父、祖父、えー、去年74歳が当時、一緒に見ないかと誘われましたが、えー、戦争映画は嫌いと分かったこともあり、断りました。 うん、翌日の夕方、祖父はひとしきり映画の感想と内容を話しますが、え上の空でした、うん。祖父は太平洋戦争に参加して、何でも憲兵に、えー、暴力や暴言をされたと祖母から、えー、後に、えー、聞かされました。うん、なるほどだから祖父が感動的になり、興奮して激高すると、すぐにもう二度とこの家の敷居はまた,あまたぐなという発言がたびたりありました。うん なるほどで後になって分かったことですが、祖父は戦争から帰ってから、えー、精神が疲弊していて、今でいう統合失調症でした。うんあなるほどでですねでそれと10年くらい前に BS の NHK で、えー「坂の上の雲」という、えー、203校長を描いたドラマが2年間かけて放送していました。うん、これね、柴竜太郎さんの作品。えー も好きですが僕ははちゃんんと見てませんけどもあの音楽は好きでしたね、うん、私は歴史が苦手なんですが、えー、列車爆した娘が9歳から、えー、歴女、五州委員長も現在6冊目で、私に一緒に見ようというので見ていました。で出演者には高橋英樹、阿部寛などが出ていて、他のキャスターは忘れてしまいましたが、えー、ストーリーは覚えています。えー、大河ドラマも娘に、えー、一緒に見ようと毎回言われ、 え3週見て、興味いなければ、えー、私は見ない精神ですね。うんあれ、もっくんも確か言ってないとき僕大好きなんですよ、もっくん。うん、私がえ、えっとね、私が一緒に見なくても、娘を取りつけられたように、えー、毎年大河ドラマを見ていますが、私は時代劇の方が好きですね。うん完全跳躍の水戸黄門、桃太郎侍などや、えー、子供をよく見た一匹狼、小原氏紋次郎。小原氏紋次郎うん。 それと必殺シリーズですで。特に当時のお気に入りは一匹狼と木枯らし紋次郎で子供のくせにニヒリズムには,はまって、えー、友達と真似して遊んでました。う木枯らし紋次郎ってあるんですね。で必殺シリーズはいろんな道具を使用した殺し方が楽しかったです。えーそ 気になりますねでシリーズの中でも当時斬新だった山崎努さんのレントゲン写真をテレビ画面で写す場面は釘付けでしたなるほどなんかなかな面か白そうですねでもちろん社会人になってから京都のえ大、ー、宝映画っていうのかなこれうん映画村へも、えー、友達と3回行ってましたなるほど入場料が少しお高いのは難点ですねなんとか映画村大宝でいいのかなうん 何かそういったところがあるということなんですね。うん。なるほど。で、時代劇は山本周五郎さん、司、え、馬、ー、良太郎、えー、池波さん、池波正太郎さんかな、正太郎の3人が人気作家さんですね。うん、司馬良太郎さんね、うん、私的にはやはり作家さんで選ぶのではなく、内容ですね。でも 坂の上の雲がまた再放送されるなら見たいです。うん。坂の上の雲はね、僕の高校の時の先生も、えー、言ってました。すごくいい作品だって。うん。で、僕は作品ちゃんと見てませんけど、音楽がすごい好きで、く坂の上の雲のスタンドアロンっていう曲。うん。これがすごい好きで、えっと、フィギュアスケートで滑ったんですよ。うん。もう本当にね、曲感動しましたね。うん。えー、レモンみかんさん、よろしくお願いします。 えー、中国製の地図にも朝鮮半島がすっぽり消えて描いてない地図があるそうでびっくりでした。な、う、ぜ、ん、そういうことなんでしょうかね。朝鮮半島とシナ大陸の人たちはこういう低レベルなことをいつもやり合っているみたいですねえ。フィリピンのマルコス大統領が2月5日、来日されていますで。ルフィを日本に送還する話を手見らけにいらっしゃるのではとニュースで言っていました。ああそういういことなん ですね、うん、いやなんかあの話、うんいや、これも相当なんかね、悪質でやばいですけども、でオースティン米国防長官が、えーっと、フィリピンに行って、ブリケン米国、えーえーむえー、っとねむ、無長官での、米国、あ国務長官米、米国務長官が訪中するらしい、うんで、中国は台湾へ行くなとアメリカをけん制しているようですね、ということですね。うん、なるほど で2月終わりには広島 G7 のサミットがあるし、えー、なんだか動きが早いで。岸田首相は寝る暇がないですね。うん。いや、本当なんですよ。ね、ちょっとね。うん。で、アメリカという国は、銃乱射や暴力や薬物などの、えー、なかなかとは聞いていますが、えー、広い国なんで、寛容な場所もあれば、えー、暴力的な場所もあり、場所により、場所によりになるのかな。うん。で、嫌な話ですが、えー、レイプされて妊娠した少女の、えー、場合などの、 えー、胎児手術かな体、自体、自手術っていうのかなが、できない州と、できる州の、えー、なんだっけ、州の問題で、この問題をどうするか、うん、打体手術っていうのかなえー、去年、アメリカ議会で揉めていました。あなるほど、なるほどですね。で、結局、宗教的に国として認められず、デモになっていました。うん、この話ね、うん、なるほどね。 皆さんどう思いますかね。うん、やっぱもうお腹に授かってしてもらった子供は産む産むべきなんでしょうかね。やっぱりね。うん、ね、うん、まあ。 ってしまったらもう子供はもうね、えー、生まれてしまったらもう、なんだろう、もう幸せに生きるべきかと思いますけど、やっぱ今の世の中ね、ことなかれ主義とかもあって、なかなか難しいと思いますけどね。うん。まあ、生まれてしまったらもう勝ち,勝ちですけどもね、本当はね、うん。幸せに生きるべきかと思うんですけど、なかなかね。で、そういえば昔、そのテーマを扱った映画がありました。舞台は1950年代頃のアメリカ、題名を忘れましたが、大倉にできずに密かに、 たたい手術かなをしたりとか、密かに産む病院の映画でした。うん、お金持ちの両家の奥様やえ娘さんたちがにびびを隠してやってくるえ主人公側の医師や看護婦は闇に葬られている実態に疑問を持ちつつも、日々次々とやってくる女性たちに対処していきます。で、この施設に来られるだけでも良い方だったと、うん、いうことらしいですね。で闇医者によるとより手術で 身体にダメ、体にダメージを受けて亡くなる女性もいると聞いています。医療費もらえないしあ、医療費もらえないし、高いしということですね。うん。で、堕胎するとを許すか許さないか、どちらがいいか答えは出ないし、その他にも考えたくないけど、考えなければいけない問題がありますね。うん。いや、でもね、女性からしてみるとそういう、そういう子供を産みたくないっていう気持ちもわかるんですよね。うん。まあ、ただ、 そことの、そのなんだろう、生まれた、その子供と親って、実はあんまりこう関係なかったりするっていうね、部分も、なんかね、あるらしいんですよね、本当はね。うん。生まれてしまったらもう、ね、勝ちというかね、なんだろう。だから難しいですね。うん。これは本当どうするのかっていうのは、まあ、他の国でもはされてるのかな。うん。かなり難しい問題かと思います。やっぱり、生まれてくるってことは命なので、なかなかね、ちょっとね、簡単にはいかない気がしますよ。うん。 非常に難しい問題ですね。 はいそして、寿司ろの件ですねうん。びっくり、昨日夜中見ちゃった、本当に。うに、ん。見なくてよかった、あんな動画。跡部陽子さん、かぶくんおはよう。えー、寿司ろの件本当に気持ち悪い。どうしてあんなことをするんでしょう。私には全く理解できないです。えー、悪ふざけでは済ませないです、うんいや。あれをしかも撮影していた。で、多分撮影し,なしてないところでもやってた可能性あると考えると、いや、ちょっと今まで食べてたものも、なんか、そんなことあったのかなと思って。 ちょっともう鳥肌が立ち,立ちましたね僕はね、うん。昔から僕は人が口ずくたものとか食べるのがすごい苦手であの あのお昼の時間とかも、お弁当を食べてると、急にね、お,お弁当を奪われて、なんか口つけられるんですよ。で、それでうわーってなっちゃうことがあるので、どうしても僕、無理なんですよね。うん。生理的に無理な部分があるんですよ。で、あれは本当に生理的に一番無理だったんで、びっくりしました。うん。えー、ゆうねやさん、どうもです。えー、かぼさん、あのぴろぴろ少年、気持ち悪いですね。えー、厳しい罰にしてほしい。うん。いや、そうしないと、またやる役らがいると思うんですよね。 うん、いやでもちょっとね、いやあれはね、いけなくなっちゃいますね。さすがに、うん、外食本当にうまくいけなくなっちゃうかもしれないぐらい、うん、厳しいですよ。えそして、かぶさん、牛タンのえ味噌漬け、美味しそうですね。うん そうで,すで聞いただけでよだれが出そうです。えー、ベルギーではベルをそのまま売ってるんですね。結構大きいんですが、すごいです。あ大きいですよ、うん。これ今度ね、撮影したらね、えー、ってなりますよね。あの、本当、ベルごと売ってるんですよね。うん、結構なんか、これもまたグロテスクな話ですけど。テ、う、ラ、んえー、さん、よろしくお願いします、えー。本当に嫌な動画ですよね。で、今度はカレーのここ一番屋での 迷惑動画が出てましたあちょっと見たかもしれませんが、まあまりにも気持ち悪くて、それ動画再生しなかったですね。でもあった気がします。うん、若い男性客がテレビの福神漬けのポットから直接スプーンで食べている動画です。えー、この迷惑行為そのものは2019年12月に発覚したもので、す、え、で、ー、に本人から謝罪があり、えー、解決済みと発表しています。うん、それですんなんですんんね でもこのような気持ち悪い動画を見てしまうと、どのお店でもテーブル備え付けの調味料、えー、コップや湯飲み、 カーシなどを使うにはかなり抵抗があります。うん。そう思いました。えー、外食チェーン店には少なからず影響がありそうですね。で今後は必ず被害届を出して、えー、警察沙汰にしてほしいですね。うん。取、え、材、ー、を抑えても許してはだめだと思います。いや、もうそういう問題ではないですね。これは本当に、えー、多分まあ僕のような人とか行けなくなっちゃうんで、た、まあ、多分お客さんかなり減ると思うので、相当被害っていうか、営業妨害にもなるので、 まあ、あのこれはちゃんとしなければいけないと思うので,で、今後、まあ、対策としてお店のもあも、あのテーブルに備えけく調味料とか、コップとかね、湯飲みとか、控えてくるんじゃないかなって思いますよ。うん、で場合によっては、回転寿司の回転も、あれもちょっと、どうなんでしょうかね、やらなくなってくる可能性もあるんじゃないかと思いますね。うん、まあ、あれがちょっと醍醐ご味ではあったんですけど、こういう輩のせいでね、ね本当にあの大損害ですよね。うん えー、レモンミカンさんよろしくお願いします、えー、カブ君見ちゃったいや本当に見ちゃいましたね僕最初コメントもらった時にそんなに気持ち悪いと思わなかったんですよでも本当に見たら気持ち悪すぎて本当にヤバかったですね すしろは株価は一気に下がって、約170億円の損害です。うん。いや、これやばい。あのしかもチェーン店ですよね。相当な、ね、被害額になるんじゃないかと思いますよ。うん。親子で支えに来たらしいが、えー、警察に被害届が出されました。えょうゆしなど、全部消毒したらしいが、えー、寺様もおっしゃってましたが、私も見た,見たくないショッキング映像です。うん。顔、名前、高校が SNS でさらされて、えー、ペロペロこぞと言われていました。 非常に落ち着きがない様子です。お、ないですね。ちょっと本当ね、無理。本当ね、真面目にこれは無理ですね。うん。これはわざとではないかと、現罰と損害賠償など、え世間を大騒ぎ。 さらに、レーン側に子供を座らせる親がいたり、えー、子供を注意した親もいた,りす親をすいたりするとか、えー、世間一般のダメ親のしつマナーのこともいろいろさいでいます。うん。あれは撮影した方はおお、お父さんって噂もあったんですお父さんではなくて、違う方が撮ったっていうことなんですが、撮ってる側も撮ってる側ですね。注意しろっていうふう思いますよ。うん。あれはでも、撮ってる側でも罪があるんじゃないかなっていう気がしますね。うん。いや、でもあれ本当にね、 見たただけで鳥肌が立ちましたね、うん、お店側は監視カメラはあると思いますがえ、この手の犯罪に即対応も必要になってくるかもしれませんえ。外食店における人と人の信頼というのが私の中で崩壊した映像です。うんまあ、せっかくの日本の回転寿司っていう文化、うん、いやあ,あっただけに、これ回転寿司のまあ、そのいわゆる株もね下がっちゃうんじゃないかっていうそういった映像ですね。うん、まあ 本当に残念ですね。うん。まあ本当回転て、回転寿司の面白いところでもあったんですけど、いや、ちょっとね、見ただけであればね、うん、鳥肌もんでしたね。うん。アリナさん、よろしくお願いします。まだ若いし、更生するから、法名書って言っている人もいますが、えー、とんでもないですね。親が破産するくらい損害賠償請求すべきですね。うん。僕もね、最初はね、ちょっと可愛さすぎるかなと思ったんですが、映像を見たらもう無理でしたね。もうあれはね、 さすがにやばいかな。もうあの悪ふうだけではなくて、えっと、かなりのあの賠償額になると思いますそあの。相当ね、いけなくなっちゃいしいますよ、あれは。うん、あれはさすがに厳しいかな、うんえー。マイク・バーティナさん、どうもです、えー。前半はフィギュアスケートの話なんで、後で紹介するとして、えー、中盤から後半のところなんですけども、ス、え、シ、ー、ロー迷惑事件の続報です、えー。当事者の高校生と保護者がスシローに えー、謝罪に行ったそうですが、えー、スシロー側は謝罪を受け入れられずに、受け入れずに、えー、今後、民事・刑事手続きを取ると通告したそうです。うん、いやー、スシローは株価の下手くりの160億円の資産価値をしちゃったそうです。いやー、そうなるほどですねで。1兆円市長に喧嘩売ったんだから <laughs> 仕方ないでしょうね。いや、本当ですよね。スシローはこれは、えー、っと、あれかな。 えー、当初一部でしょうかね。うん、やばいですね。だとしたらね、本当にね、いい度胸をしてれば、お、う、そ、ん、らく少なくとも見積もって数億円単位で請求されるだろうとの見方です。うん、しかも、この話って、問題なのは後、後に後に尾を引くんですよね。うん、あのこ,こ,ここのまあ1位の株価の暴落ならまだしも、これからもですね、外食控えるっていう方とかいる気がするんで、ちょっとこれは。 あのかなりの被害が出ると思いますよ、今後も、うん。なので、これは相当なやばいことをしました、あのガキはね、うんで。それでも少ないかも、うんい、本当なんですよ、少ない可能性がありますよ。で、支払い能力がない場合、一号破産という主体もあるんですが、悪意を持って行ったことに対して、債務は、 年責、えー、はされないそうですので、これでも払えないんじゃないかな、このね、うん、この家族一生多額の債務を背負っていく人生でしょう。えー、人生終わりましたね、うん。模倣犯を防ぐ意味でも抑止力になるでしょう。うん、いや、本当そう思いますよ。あれはね、強い罰、えーまあ、でね、うん、やっていかないと、まあ、今後もやっぱりね、なかなか出てくる可能性あるんで、ただまあ、あの家族が払えるとも思えませんので、 ちょっとこれはどうするんでしょうかね、うん、で、欧州からのニュースですえ。フィンランドは唯一ロシアとの陸路での交通手段がありましたが、それも今後ロシア人の入国を拒否するそうです。あ、なるほど。ね、グラスル君大丈夫かな確かに。うん。いよいよ逃げ場がなくなりましたね。えグラスル君大丈夫かないや、全然大丈夫でないですね。うん。ってことはどうするんでしょうかね他のルートからく、ね、ペラルーシとか通っていくのかなえー、どうするんだろうで、ベルギーの 軍事会社に1世代の前のレオパルト1が戦車がですね大量に保管されているそうですで、えー、にあのウクライナをはじめ数カ国から問い合わせがあったそうであベルギーですか。なるほどへーなるるほほどどへ でベルギーに兵役売買市場があるんですね。これは知らなかったです。うん、でロシアの民間軍事会社ワグネルは囚人の面積と引き換えに兵士として使っているそうですが何か薬でももられているのか、えー、ウクライナ兵に言わせるといくら弾を打ち込んでも立ち上がって死ぬまで迫ってくるまるでゾンビみたいだと言っているそうです。おー恐ろしいですね。元囚人兵が倒れた後から、 訓練された兵士が現れるそうです。で、元囚人兵は人間の盾として使われていると言っていますよ。怖い国ですね。うん。なんか本当ゾンビなんですね。なんか映画に出てくるような話かもしれませんけど、なんかかなり恐ろしい感じ。でもベルキーもそれを何、えー、レオパルト、レオパルト1を協力協力するっていうことなんでしょうかね。うん。まあ、そこら辺も今後気になりますね。これね。うん。 えー、マイクモアてなさんモイトです、えー。カブ君こんばんは。日本って相当前からタバコの値段てほとんど変わってないですよ。一パック二百円くらいなら十分です。うん。で名古屋コーチンとか。 ブランド卵になると話は別ですけどね。で、キリスト教国では、特にカトリックではかなり最近まで離婚が認められていませんでしたから、事実婚とか同性というのが多かったように思います。古い話ですが、イングランド王国のヘンリー半生が王家と離婚して、フランス貴族の娘、アンブーリー、アン、ん アン,アンブーリンと結婚をしたかったのが宗教上認められなくて何をしたかというとカトリックが分離して英国公教会英国国教会を作って離婚できるようにしたんですよ。なるほどうん、離婚をしたたくて新たな えー、教会を作っちゃうんですからね女引きが、えー、悪いとここまで来るんだといういい例ですね。うん。ねということですね。なるほど。うん。まあね、愛してなかったらね、まあ、離婚するべきかなって思いますけどね。うん。まあでもやっぱ宗教とかなかなかね、難しいですね、いろいろね。うん。えー、さだかれさん、こんばんは。えー、こ、今日は週日曇っていました。で、本日2月3日は、 絵手紙の日です。絵手,、うん、手紙を書いて送ることを世界中に呼びかける日で日本絵手紙協会が し、えー、しましたあいいですね、手紙ね。うん、素敵ですよ。で、それと、日本では節分ですね。うん。今日は我が家でも夕食に恵方巻きを食べます。恵方巻きね。うん。恵方巻きはね、まあ、好きか嫌かっていうと、まあ、普通ですね、やっぱね。うん。で、そのため、今日は、え海苔巻きの日でもあります。そして、豆巻きをすることからえ、大豆の日でもありますということですね。うん。懐かしいですね。日本にいた頃やってましたよ。うん。で、今日の恵方は南南東です。 いますが、えー、夕食を食べると時、南南東を向いて、何か、い、も、一食、目測にて召し上がるっていうか、あ、いいですね。うん。あの、今朝はヨーグルトを食べようと思いますので、な、南、えー、南南東を向いてヨーグルト食べて笑うって言うんですよね。で、演技はいいと思います。うん。最高級はサンドでした。ね。南南東っていうと、ベルギーの南南東っていうと、えー、っと、アフリカになっちゃうね。うん。アフリカが、アフリカの少しあれか、エジプトあたりになっちゃうのかな。うん。 エジプトに向いてねニコッと笑うということですかね。うん ええー、ゆうさん、はじめましてよろしく。よろしくお願いします。ええー、高校三年生の門です。うん、あのガキは高三しいですね。高三ね、びっくりですね。同い年ながら弾けました。うん、同じ人間とは思えませんでした。あのガキのせいで、この動画の撮影者は親だなどとえー、デモを流されてしまい、えー、そのガキの親を本当にかわいそうに思います。うん、いや、かわいそうこれどころか、本当とやばいですよね。うん。 やばいいどころじゃないです本当でそして風評被害を受けている高校ももちろんスシローさんも、えー、底辺高校に通っているもんですがいまだにそういうやんちゃいなやつらのそれってそれやべえって俺らは通報されるんじゃねえ 俺らめっちゃ面白いから、これ TikTok にアップすればバズるんじゃねというノリが未だに理解できます。あ、そういったノリがやっぱあるんですね。うん。いや、でもその後のまあ影響とか全然考えてないですね。うん。SNS に載せることで自分の人生も何もか終わってしまうことが想像できないんでしょうか。いや、でも高3だからね、さすがにできる気はするんですけどね。でもなんか他にもやってるやからいましたよね。びっくりしました。うん。一人だけじゃなくて、しかもここ一でもやってるっていう話あったんで、いろいろびっくりですね。 うん。えー、だちゃんさん、よろしくお願いします。えー、カブ君、こんにちは。本当に呆れしてますよね。うん、私は茶粉のえー、器にえ張、ー、り出し野郎でえとどめを刺されました。あ、えー、それ知らなかったですね。うん、そんなのもあったんですねんでえー、彼がもう一っち横断動画で何かとか気持ち悪いのを晒してましたよ。よえー、カブ君表現のしようがないくらい。 え気持ちの割には伝わりました。うん。いや、本当にね、僕ね、あの、人が、あの、口つけたものとか食べたらすごく苦手なんですよ。で、ああいうね、あれ、本当に、生理的に一番無理なんで、ちょっともう、もう、会食ね、あの、だから、すロろとかも、今後、会食チェーン店も、おそらく、まあ、茶飲みとか、まあ、なんていうのかな、そういった、その箸とかも、その、元からテーブルにあったりとか、今後、できないと思いますね、あれね。うん。だから、対策とか取ってくるんじゃないかな。ねさすがにね、 ちょっとあれは僕はね、無理かなと思っちゃいましたね。うんえー、マイク・バーティラーさんもイトです。えー、カブ君こんばんは、えー。悪ふざけなんてもんじゃないですよ。うん。いやもうあれは悪ふざけじゃないですまっていう感じで収まりませんね。で、スシローに当事者の高校生と保護者が謝罪に行ったそうですが。 えー、スシロー側は謝罪を拒否。うん。えー、今後、民事、刑事両面での対応を取ると中国社と。いや、そうなりますよ。お客さん絶対減りますからね。で、被害数を図り知れません。えー、少なくとも億単位か、それ以上の請求がなされる可能性があります。えー、支払い能力というのが争点となりますが、えー、支払い能力以上の判決が出ると、自、え、己、ー、破産という手段がありますが、悪意による、えー、場合は明晰にはならないそうです。うん。いやーねー、どこまでしていくのかな、あれはね。まああの 損害賠償は、た、まあ、多分そんなには、ねまあ、出せないと思うんですけども、まあ払、払えないと思いますからね。でも、まあ、それ以上に、あれはね、もう社会的にやばいと思いますよ、僕は。うん、あの今後の外食チェーン,外食チェーンって、まあ、外食のあれですよね、すべての影響が出ると思うので、相当な、まあ、社会的に影響があると思うんですよね。うん、でということは、この高校生と家族は一生多額の債務を背負った人生となります。うん、いやー、ちょっとこれはちょっとね、 うんこの高校生と家族の人生は終わりましたね。うん。就職先もないでしょう。でも、致し方ないでしょう。自分の不思は自分で拭かなければなりませんということです。うん。で未来ある若者に厳しすぎる、かわいそうじゃないんですよ。え、この若者に未来なんてありませんから。うん。いや、ちょっと本当に人生終わりましたよね。うん。まあ、もう少年院とかにむしろ入った方がマシなくらいですよ。うん。それくらいかな。うん。いや、それで済むならまだマシっていうくらいで、本当にやばい気はしますよね。うん。 貞奏、えー、さんも1度です。 え日本人の緑に変わる問題でもあると思います。いや、本当ですよね。うん。で、こういう最低限の常識やマナーは、家庭での教育が原則ですが、親も著しく非常識なケースもあります。で、このため、小中学校の道徳で、こういう事件のことを取り上げ、なぜいけない行為かを考えさせた上でえ、このような行為をしたらどうなるかについて学ばせる必要があると思います。うん。まあね、ほとんど、もう99.99% 99の人はあんなことはしないですよね。うんただまあ 本当、0.01%の,、まあの人のせいで、本、ま、当、あ、にもう最悪なことになっちゃうので。うん まあそういったところがね、いくら教育でも難しいっていうところあるかと思うんですよね。うん。いや、でもあれはね、家族の教え方っていうか、なんでああなっちゃ,ああなっちゃうんでしょうかね。うん。いや、今後、あの、外食店、外食についても、まあ、さっきも言ったように、い、え、ろ、ー、んな対策とか、まあ、回転寿司の回転もそうですが、まあ、やめたりとかね、していくんじゃないかな。まあ、さすがにどうなっちゃうんだろう。もう、社会的な大きな問題になってくる気がしますね。うん。 えー、リツコさん2連続です、えー。パレスチナ学園なんだからアメリカでやれば、うん、ロシアなんかスけどころか、べろべろパーだしとね、で、変態じゃないでしょ、うんこ食べるのっていうことですけどもね、うんなるほど。